紅葉のシーズンを迎え、県内の名所の一つ、弥彦村の紅葉谷などでは、ライトアップが始まりました。夜空の下、色づく紅葉が鮮やかに照らされます。弥彦公園の紅葉谷では、おととい、ライトアップの点灯式が行われ、弥彦村出身で元 NGT48 の諸橋ひなたさんが所属するアイドルグループが参加しました。今年は初めて樹齢300年を超える大イチョウも照らされ、夜の弥彦を彩ります。改めて弥彦村の紅葉ってとても綺麗だなって思いましたし、特にこの橋のところの紅葉がすごいおすすめなので、皆さんにぜひこの秋見に来ていただきたいなとすごく思います。弥彦公園では来月上旬に見ごろを迎えます。ライトアップは来月23日まで毎日午後5時から夜9時に行われます。